麻雀ファンの皆様、こんにちは。本日はフォーカス M シーズン5、107回戦、108回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めます、桜川姫子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして本日の解説は藤島健次郎が務めます。藤島さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ、切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦となっております。それでは107回戦出場選手をご紹介してまいりましょう。106回戦までの成績表がこちらとなっております。本日はこちらの黄色に塗られた選手、16位、渡辺、24位、泉、27位、友武、38位、秋という4名で対局が行われます。それではそろそろ対局場の準備ができたようです。フォーカス M 107回戦、同杯の開始です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、座順はちーちゃから二階堂あき、なんちゃに友武正春、シャーちゃは泉ゆき子、ペーちゃは渡辺幸四郎という並びで107回戦スタートしました。ドラは10000、藤島さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあこちら友武の手牌ですが、なかなかいいですね。総図で一面完成している。まあ、下村の3色、まあ、友武さんの場合はドラ打たなそうだから、はい、普通なんかも視野にありそうですね。なるほど。さあこちらが親の秋の手牌、まあ、一面あるんですけどちょっと遅そう。そうですね、いつも次第といったところでしょうか。富美さんなかなかまとまってますね。数万の方を切りましたね。ドラが1万ということで、渡辺さん選択4トイツなんでドラ打たない、はい、チートイツ本線になりそう。はい、本日は風林火山の秋と、そうですね、ね、Mリーガーは秋さん、あとですね、ね、うん、あのオーディションに出てる2人と、あ、そうですね、友武さん、藤島さんも解説やられてますもんね。確かに、そういう意味ではちょっと風林火山色が強い。確かに、それ言われるまで分かんないですね私だけちょっとなんか火山色がちょっとない感じになってしまいましたが、いや大丈夫です。衣装が風林火山寄りの色を、ね、今日赤だったんでよかったです。まあ、まあ僕もたまたま今日赤だったんですけど。本当ですね、お揃いで赤で実況解説やっていこうと思います。さあ友武はスーピンが、ね、はい、縦に重なりました。さあこちらもチートイツを見ていたがドラにリャンマがくっついて、リャンピンスーピンですか、はい、スーピンから、スーピンからまだ統一手は見てそうですかね。もちろんそうですね。さあダブトンを重ねた、あ、さあこれで、これは嬉しいですね。友武もしごろの種ができてきましたね。しごろとさしご見ながら、うんうん、さしごも、あ、沖さん順調、つもが順調でいいシャンテンですね、はい、トンは場にはまだ切れてない牌です、うん、誰も持ってない。さあこれでローソー打って差し子のイシャンテン、はい、イシャンテンですけどって感じですよね。あ、ここで渡辺さんは、ほぼチートイスに決めたような形ですね、はい、親の現物の白を温存しましたね。うん、なるほど。あ、これはちょっと痛いかな。先ほどですね、統一をどちらか切るという選択もありましたか。そうですね、あ、うまいな、これイーシャンテンになりましたね。イーシャンテンになりました。赤ドラの渡辺がチートイツのイーシャンテンとなってます。しごろもありましたけど、スーソーつむぎにしましたね、はい、これはね、関連ピンがめちゃくちゃよく見えるからっていうのがありますかね。そうですね、泉さん三層ならこれはドラターツを切っての一通狙いになりますね。これは意外とぶつかるかもしれない。はい、泉が渡辺さん選択、急走は、あ、そうか、自身で切ってるけど、ね、場境的にはね、こう悪くなさそう、悪くなっていうか、全員に対して結構安全度の高い牌でしたね。そう、先ほどは切った数層がまた切って、数層も一回来たんでローピン切りとしましたね。そうですね、まあ、これもね、関連ピンがいいんで、しごろ含み、しごろか一応トンかになる。あ、ちょっと痛い、ちょっと考えただけにね、急走山にいそうでしたからね、はい。これはちょっと、ウーソーもよく見えるということですかね。秋のこのスーソーをちょっと一回
いやそれは、うん、まあ、若干あるかもしれないですけど、まあ、手順を今度は重視したってことだと思いますね。渡辺は9ピンも場に2枚切れてる牌ですね。であとは友竹さんの手元にトンが来たんでね、はい、これがポンが入るか入らない。あ、泉さんはドラの今を先に打ちましたね。はい、打ちました。渡辺さんもね、急走捕まえてればこの E1 でロンできたかもしれないんで ね、 そうでしたね。まあ、ただちょっとね、自分で切ってたんでね、なかなか難しかったですけど、ここは2枚切れの9ピンを切りました。さあ、このトンがどうなるか。うん、友竹さんの手もね、差し子イーシャンテンとはいえ、あ、テンパイしましたよ。これはあ、リーチ行った。リーチ行きましたね。リャンマンが場に3枚、自身でもリャンマンを2枚切ってるってこともありますか。はい、友竹さんの手はね、トン浮いてるんですけど、関連マンが3枚切れなんですよね。結構だからトンが打たれないパターンになりそう。打つ価値がちょっと薄れてるということですか。ハクでションパイですね。重なってる牌です。これは高め一通の急走が4切れになったことが大きいですね、泉さんは。なるほど。うん、で川も結構ちょっと不穏な川なんですよね。変速手を匂わせるような川、実際にはそのまあ白もね重なっているあたりではないですけど、はい、チートイツと。いや、まあ現物だけど周りに気配がちょっとあれば打ちづらいか。さあ、渡辺の欲しいマンは一応1枚いるのかな。1枚だけ山にいますね。なんだ、パーマン。これは現物でした。切っていく。これも現物。あ、嘘チー点取れる。この嘘を親の秋がチーしてテンパイ、役割ありませんが形式テンパイですね。これはトンどうする？もう泣かないですか？泣かないと思いますよ。3ピンもパーピンも通ってない牌なんで、はい、このまましのげるか。うん、大丈夫。しのぎ切りましたね。はい、あ、友竹さん一応テンパイ入ったけどトンは打たないと。どうやら2人テンパイですね。そうですね。親の秋、渡辺の2人テンパイで流局となりました。今はワンパイでしたね。でしたね。はい、まあ今日のこう4名中3名がねこう最終出番なんですよね。はい、このシーズン5に関しては、はい、今日で、おしまいと。で、渡辺さんはね今16位にいると、はい、47ポイント持ってるんで、はい、まあできたらねもっと上位を目指したいという、そういう意味合いのリーチだったかと思いますね。なるほど。はい、1枚切れてるので闇点っていうのもあったかもしれないですけど、はい、強い選択をしましたよね。はい、はい、争点もなるべく稼ぎたいと。うん、なるほど。まあ、それはどの選手も今日に関しては一緒だと思いますね。じゃあちょっと今日は攻め気味に、そうなるんじゃないですかね。展開的にはなりそうですかね。うん、ただね、その一応その盤面の空気を結構読む友竹さん、まあ、泉さんもそういうところがあるんで、はい、まあ、そればっかではないと思いますけどね。うん、うん、まあ、若い渡辺さんは結構前目に来そうなイメージですね、今日に関してはですね。はい、さあ、一本場となりましたドラはローソーで、渡辺がペーチャでペーを1枚目からポンしています。ピンズ、まあ、本一行きたいということです ね。 そうですね。とりあえずドラがローソーってこともあって、チーソーの方は温存しましたね。くっついたら採用ということですね。ドラがダイレクトに来た場合は採用ってパターンですね。はい、これはね。こちらは泉、赤ウピンがあるが、ちょっとまだ時間がかかりそう。こちら、親の秋は、うん、マンズで一面ずつ、ドラがまだ浮いている形。うん、まあ、悪くないですね。友竹、うん、は流派が統一で赤ドラの手配でした。あ、何が起こんなって。これで小さ打ちになりそうですね。はい。小さ打って、イーシャンテン。マキさん、選択。統一になるのか、9ピンか9層の統一落としを考えたかもしれませんが、うん、シンプルにチーマン打ちましたね。はい、さあ、友竹は流派に続いてトンも重ねた。あ、これでちょっと勝負っぽくなってはきましたけど、まだメンツがないと。そうですね、友竹も行きたい手では役ド赤ドラですもんね。どうするか、つもぎりもあるし、つもぎりました。渡辺ドラもつもぎっていく。さすがにこれはもうピンズ、ピンズやってますっていうのが、ね、これで結構バレましたね。バレましたね。
そうですね。で、上茶の泉さんがね、まだ結構整ってない手形なので、はい、こうなるとちょっとサブローピンとかはあの地位できない牌みたいになりそう。うん、そうですね。実際泉も赤ウーピンが1枚ポツンとあってサブローピン欲しいですもんね。あ、そうですね、3ピンがくっついた。さあこれでサブローピンは1枚切れ。から切り。でからパーピンを切ってきました。さあここで秋もいらない3ピンもまだ切っていく。まだ行くってことですね。うん、おハンパーマンが入りましたよ。チョンは大丈夫。トン流派はまだ場に1枚も切れてないですね。心配心配ですね。あ、テンパった。トン重ねられちゃった。これで流派はどうするかですね、トムタケさん。あ、泣かない。泣かないんですね。泣かないんですね。はい。さあ渡辺がテンパを入れています。町はサブローピン。トムタケも数ピンはまだ押していく。泣かないけどピンズは切っていくですね。これはいいピン振り点。うん。嘘は嬉しい。嬉しい。これで選択ですね。まあそうですね。一枚切れの9ピンの統一落とした。まあ、9層の方も一枚切れでしたけど、両面両面にしましたね。シャアは2枚切れだけど、ああこれはあれですね。アキさんに対して後々の受け駒ということですか。なるほど。さあ渡辺が欲しいサブローピンは手牌で2枚使われてます。場に2枚切れ。結構まだ山にはいますね。泉さん受けですね。ほぼ何を切っていくか。言いそうになりそうかな。友竹さんの三層連鎖はちょっと気になるか。でも早めに秋さんに危なくなりそうなところを打ちましたね。あ、天敗だ。天敗。想像待ちならリーチ来ましたね。強くリーチ来ましたね。はい。親の秋がリーチをかけてきました。町は両運送。両運送ってめちゃめちゃいいんじゃないですか。両運送が三山。はい。うん、まあ運送はね、ドラ表示に一枚ある。あ、運送ここに来た。これを打ち抜くかどうかですね。打ちそうです か, あ、打ちましたね。はい、打ちました。秋の上がりとなります。リーチピン、リーチ一発ピンフ。ドラ1万2000は12300点の上がりとなりました。いやつもも聞きましたけど、はい、あのね、総図で2メンツ作ったのが結構うまかったですよね。そうですね、うん、さあ秋の連チャンとなります。ドラはペイ、ここにペイが1枚。さあここは赤カウピンがあって、シャーチャでシャーがドイツでした。渡辺はトンがドイツ、ドイツが3組。親の秋もちょっとハイパイ苦しいですね。そうですね。ただそんなまだめちゃくちゃいい選手もいないので、泉さんがこれで4つ目のトイツ。はい、トイツがないんでチートイツになりそうとか、うん、そんな感じかな。でも早い人はいないですね、監督は。そうですね。渡辺は35期生、まだ24歳ということなんですけど、フォーカス M では結構何回か私も対局は見ているんですが、はい、藤島さんは対局したことは。ですね、渡辺さんはですね、育成時代にあの見た子なので、対局の内容を、はいはい、なんとなくは知ってますけどね、はい、そのまあ、執筆活動とかをやってる子、もちろんその連盟のね、その企画試合に勝ち上がってこれに推薦されてるようなとこがあるんですけど、はい、まああの卒のない立ち回りができるというか、うん、あのまあ現代風なところもあるし、うんうん、でリーグ戦なんかでもまあスコアが結構大きい勝ち方をしてたんで、その1年目の時に、はい、うん、叩く能力もありそうだし、うん、なかなかこう注目選手かなとは思ってはいますけどね。なるほど、うん、
さあそう話しているうちに友竹はピンズの一通が見える手配で、いいシャンテンになってますね、はい、はチートイツのチートイツシャンテン決めましたね。チートイツこちらは温存ですね。おっとこれも伸びてるな。ここペーチャでペーのドラが統一に先ほどなったんですよね。これは仕掛けても高い。はい、まあ、あんこが1個できたことでまあ仕掛けありますね。全然仕掛けそうですか。どうでしょう。ただペーはドラなので簡単には出てこないでしょうが、難しいですね。これどうしますか。目いっぱい竜か一旦初なんじゃないですか。もう役があるんでね、はい、まあ、トイトイとかにならなくても打点がつくんで。うん、藤島さんがあの手をもらったらどこは仕掛けます。全部仕掛けますか。チーはしないと思いますね。チーしないですか、はい、でもポンはすると思う。全部。うん、なるほど。チーはしないんですね。かな、そうなりそう。うんうんうん、こう役牌がねあんこでドラドラなだけにこう地位もしたくなっちゃう気持ちもあったり、うん、難しくないですか。ちょっとさあ3万があんこによって友だけも前進。泉は地位と質いいシャンテン。ああ泉が重ねたウーピンがないんですね。もう手に持たれている。でもね打たれるパターンもなくはない現状は。うん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 、そうだね、待ち取りはウーピンになりそうだもんな。はい、おきさんが全然進まないですね。進まないですね。メンツゼロ。あ、友竹さんはこれで一歩前進。前進両ピン切りとしました。パーピンと頭なしか。はい、ウーピンはちょっとよく見える。2枚切れのチーム打った。9万は縦でいい牌ってことか。ただ2枚切れ、まあ、シンプルにつもぎりになりそうですね。うん、考えそうですね。ただ考えている。うん、まあ、これぐらいのね手をもらったらまっすぐいくってことですね。多分今の間はどっかでチートイツにもしようかなとかっていう。いや受けを考えてると思いますね、はい、ちょっともう終盤になってるんで、うん、例えば数層1枚さばいとことか数ピン1枚打っとこうとか。あ、なるほど。そういう間だったかもしれないですね。ただチートイツのパターンが一応あるんで、はい、この形はちょっと崩せないですね。さあ友竹もいいシャンテンにはなっているがドラのペイが浮いている。あ、さっき証拠した9万がなるほど。自身で切ってますけどね。まあまあでもね、さっきは重ねたい間ではなくて、うん、受け駒で取っとこうっていう間だったんで、重なってのチートイツ逃しにはならないというか、うんうん、9万打たない場合はね、あの何になるって時、まあ、チートイツ決めるトンギリが一応 ありましたけど、はい、まあ、そうですね。こういうふうにやっぱりメンツ手があのいい手なんで、うんうんうん、もうこの順目はちょっと1個受け駒を持ってで形を決めようというスピン切りだったっていうことですかね。まあだから攻め返しやすい形を作っときたかった。はい、うん、まあでも選べない配置だったんでね。さあ友竹渡辺がいいシャンテンとなってます。友竹はもうこの順目のとペー短期のテンパイに持っていきたいですかね。まあそうですね。ピンズ友崎さんの配置はなんだ。ウッパーピンとイースチーピンでテンパるのかな。あとローピンでもいいのか、はい、この辺はちょっとチーしていきたい。そうすればペー短期に取れる。いや、アキさん最後までメンツができなかった。そうですね、違う。泉さんはもう前順からやめました。はい、さあテンパイできない。あ、全員脳天っぽいな。これは全員脳天だね。そうですね。さあ友竹が、あ、ダメ。そうか、友さんだけ。そう、ピンズを引ければというところでしたが、ダメでした。さあ、あ、トン一局、日本場は全員の点で流局となりました。うん、終盤、ツモが効きませんでしたね、そうですね。渡辺もあの手配もらって、ね、いいシャン
ャンテンがちょっと長かったね。薬杯のトンが凝っちゃうとね、チリトイツには決めきれなかったんで、はい、ちょっと来る順番が気の毒でしたか。はい、さあ変わりまして、と2曲3本場友竹の親番です。ドラはナン、ダブトンがトイツの手配でした。さあカウソが渡辺ワール、こちらは秋の手配、チュンが第一つもで重なりました。ああ、トーン打たれますね。ドラ表示牌だったんですよね、はい、トーンはね。このダブトーンを友竹がポン、ただ形はまだ苦しいですね。なんドラですね。今回もそんなに早そうな人はいないですね。はい、泉もドラのナンが1枚なんちゃなので重なると嬉しいですけどね。うん、あ、これでトイツが増えた。はい、4組なんで3組だけど、3組、はい、あのメンツなしでドラが来ちゃったことで結構チートイツは意識しながら、うん、多分やりそうですね、アキさんはね、はい。渡辺は選択ですね、パーソーを切って中嘘があるってことでパーソーを打ちましたね。はい、さあダブトも泣いている友竹、これでまた選択。うん、リャンマンイーマンなんだ。うん、シンプルに初打たないんですね。まあ、そうですね、確かにこうまあ手なり進行しても2球止まりになっちゃうのを嫌った、そんなとこですかね。あ、これで4トイツ目ですね。アキさん、これでだいぶチートイツになりそう。はい、あ、そういても初が重なった。あ、これも嬉しい。うん、赤ウソにスウソがくっつきました。シンプルにペイ切りで良さそうですね。これで両面ができたがどうする。インマンを切って、インマンは1枚切れでしたね。友竹さん選択、パーソンが連冠に決めたのはパーソンが2枚切れだったからですかね。はい、また選択、でも選択だ。イーマンが2切れになった、でも、相座二度受けの形なんでいらないと。チーマンは取っておくんですね。そうです ね、うん、さあこれでアキさんは今ね9万の統一落としましたね。そうですね、あんこができたことでチートイツよりメンツテとなりましたね。うんうん、今ほぐす。まあ、これはあれですね、友竹さんにダブトンのポンが入っちゃってるんで、はい、地位もされないようにっていう選択になってますよね。受け意識が強い、アキさんらしい選択というか、はい、これでいいピンですかね。単野を見つつですか。そうですね、うん、3ピン縦に来たけど一面図完成、これでいいシャンテンまで来ましたか。はい、友竹さん、あ、泉さん、この流派を初動きましたね。はい、2枚目でしたね。こうしてくっつき、ドラとウーマンのくっつき、はい、そうですね。これは場に2枚切れだったことでつも切りになりましたか。はい、うーん、アキさんはこれも親には打ちづらい筋の3品ですか。うん、だいぶ受けですねこれは。あ、どうするかな。友竹さん打たなそう。想像どっちか決めるのかな。泉さんの初は2泣き。ちなみに、あ、打たないんだ。馬のトイツを一つ切っていきました。これで総次で一面完成して、渡辺がイーシャンテン、うん、シンプルにイーワン切りですね。単葉のイーシャンテン、はい、リャンズを1枚切れてますが2枚目どうするでしょうか。アキさん8枚打った、チートイツに戻るってことだ。トムタクさんが馬打ったからですね、はい、筋のパーマン打ちましたね。泉さんはくっつきが手広くなったけどドラ打たず、うん、ピンズを自身で切ってるっていうのもありますか。9万は場に3枚切れて9万、4枚目の9万カンパーマンがいいってことか。でも単野を重視ですね、はい、あーパンマン、あ、これで3層切ってイーシャンテンまで復活しました。はい、ドラと馬の
くっつきが一緒ですね。本当だ面白い。まあちょっと違うか。でも友竹さんはスイッチマンとドラ短期って感じだね、はい、うん、まあそうね。でもそうとも取れるもんね。ちょっと面白いねこれは確かに、はい、ドラは泉友竹秋、あと1枚ありますもんね。1枚一応山にいますか。友竹に重なると両面になる。泉に重なると、うーん、馬になりそうだなこれは。それで何単この順目ではドラは打たないってことですね。あ、テンパイ入った。テンパイ、いやこれはうまいな。前順数万ちょっと受け気味に数万持ったけど持って換算品決めたんですよね、はい、これはね両品が3枚切れてるんで3品相当よく見えるんですよ。なるほど。場に1枚と出牌で2枚使われてる。山に1枚今、あ、テンパイ。これはドラ短期、ドラ短期のテンパイは泉。ドラもまだ1枚ありますもんね。1対1のめくり合いどうなる。あっと、これでドラ短期だ。さあ渡辺はドラを掴んでしまうこともあるかもしれない。ただこうなると3品は友竹さんも泉さんも止まらなそうですね。そうですね、はい、あ、友竹さんはあ、そうだね、止まらないね。止まらないですね。 3,4,5 だもんね、ピンズね。これは黒と赤を変える、うん、変える。あ、積もった泉が積もりました。流派ドラドラですね。すごいねこれもね、はい、これね渡辺さんが掴んだ場合は友竹さんの上がりになるんで、そうですね、積もるしかなかったんですけどね。さあ千二千は1300、2300の積も上がりとなりました、うん、最後まで打点を見た、うん、結構粘り強い上がりでしたね、はい、友竹さんもドラ短期まで持ってきましたね。そうですね、渡辺さんの狙いも今回はすごくよく映りましたね、うん、お、泉のハイパーいいんじゃないですか。いいですね、これは早そうですね。こちらは渡辺の手配、結構いいですね。ドラは9万です。こちらは秋の手配、第1相撲でピンズで1目、うん、おっと、ウーピンがアンコパーソートイツ。これはちょっとワクワクする、ね、ちょっと友竹さんが見せてくれそうなハイパーが来ました。ただ親の泉が速そう、うん、やっぱりね泉さんが速そうには映りますよね、はい、なんだ、うん、いきなりちょっと裏目かな。そうですね、まあ、友竹さんはねこうあんこの牌1個ね、はい、あるハイパイもらうとやっぱ縦は逃せないってなるんで、はい、自牌から簡単に打たないですよね。トンペドラですもんね、うん、あ、秋さんもツモ聞いてますね。そうですね、ちょっと二巡ぐらい。あ、ただね、初今重なった初がね2枚切れでしたね。切られてます。あ、友竹さんドラ重なりましたよ。さあ友竹はこの手どう仕上げていくのか。泉さんいいシャンテン、ウッパーソーとイースーピン、先に3ピン打ちにしたんだ。目いっぱいにはしなかったですね、はい、さあこれで秋は一面ず、まあ、一応いいシャンテンですね、はい、ただ現状リャンシャンテンみたいな感じですか。うんうんうん、渡辺さんもこれでいいシャンテンですね。貫禄層とイースーマン、はい、秋さんテンパイだけど流派流派ですね。チーピンのくっつき狙いますねこれは、はい、そうですね、メンタンピンのいいシャンテン、流派が2枚切れでした、はい、うん、これでそうですね、パーピン切りで目いっぱいですね、受けが広がりました、はい、渡辺さんも選択、目いっぱいなら両ピン、両ピンを切っていきます、うん、赤を縦にしました。なるほど、ローマも9万もションパイ、ウッパーマンもちなみに1枚切れてなかったです。あ、テンパイだ、引いた、イースーマンの即リーかな、即リーチといきました、ね、はい、渡辺がリーチしていきました。マッチはイースーマン、うーん、イースーマンが場に3枚切れか、自身でも1枚使ってるか、はい、でもまだ4枚
ですか。まるまるいるのかな。はい。誰も使ってないですね。自分自身だけが使ってるだけ。これもいろいろありますね。赤もドラもないピンフで、はい、うん、まあでもラスメだからそくりが現代風か。あ、友竹さん仕掛けましたね。あ、そう、ポンしてイーシャンテン。イーシャンテン。嘘から、あ、テンパイ、テンパイ、あ、ヤミテン。今パーソーがポンされて嘘が切れたということですか、ね、親の泉がテンパイを入れています。ニャンソーそんなに目立ってないけど、前順のローピンがやや目立っている。秋もテンパイですね。リャンウソ、あ、泉が友竹感しなかったんですね。そうですね、はい、ヤミテンを入れていました。秋さんもね、そのテンパイ入ってたのか。はい、泉が終わりました。ピンフアッカー2900点。アキさんがリアンソー入ったけど、そのリアンソーをね、泉さんが一巡間に合わせて、はい、そう、泉の親番が続きます。こいつが3組、赤ウーマンがあります。ドラは6万です。渡辺はちょっとね、リーチするもちょっと実らないですね。うん、まあね、これは天候状況もあったかと思いますね。なんか余裕があればね、あ、なんかどうせピンフのみなんで、はい、気軽にこうちょっと手代わりを待ちつつ、まあ、出たら上がるみたいな立ち回りもありましたけどね。上の3色がちょっとあったんですか。ゴロチですかね。そうですね、はい、うん、まあ、泉さん粘り強い上がりが2個出ましたね。ちゃんとローピンから押して、はい、うん、薄いからっていう理由もありましたけど、ちゃんと闇点にして、うんうん、ドラ表示牌のウーマンがあんこになったのは親の泉。さあ、1、2、3を遠くに3つ、ね、下の3色を多分友竹さん狙っていくと思いますね。はい、ちょっとさばくのが難しそうだけど、キューピンが1枚、2枚切れだったのか、はい、うん、キューピンの統一落としか、うん、それがいいかと思いますね、これはね。その日はちょっと嬉しいか。イーペイコーの種、一日さんもまた進み、一日さんなりづらいですか、ちょっと、ね、いや、今の3品で、はい、うんと、想像の上がね、縦に来たりすれば、うん、狙いは立ちますね。はい、アキさん選択、うん、1つ目は残しつつ、割とシンプルな打牌ですね。あ、これですね。あ、そうですね、はい、うん、ちょっと恨むか、まあまあ、これで流派が重なって、これ難しいな、まだ場に切れてないですね。急走が2枚切れ、流派ションパイ、ここはチーソー、チーソー一旦打つんだね。チートイツもちょっと見てますか。瞬間4トイツにしつつ、うん、まあでもね、どうだろうね、チートイツも見るけど、まだメンツテ寄りで考えてると思いますけどね。なるほど。あ、これでパーソー、パーソー、はい、さあ泉も進んでいる、うん、シャンテになりましたね。白が重なったんですね。白は一枚切れですね。本店の形ではあります。それでパーソー切って目いっぱいか、はい、あ、ドラが縦に来た。これは嬉しいですね。渡辺さんも勝負手になりましたか。はい、さん、いいシャンテンですね。いいシャンテン、カンニャンピンとウッパーマン。続々とイーシャンテンが、全員イーシャンテンになってますね。はい、さあこれで数ピンを切って、うん、こちらも目いっぱい、ね、3は3と6どっち打つとか、6から打ちましたね。うん、うん、これで手広くはなった。はい、あ、チーマン切りにしたんだ。うん、今の結構いろいろありましたけどね。そうですね、ただそっち1ピン入ったらランウーマン白のリーチが打てるので、こっちの方が広いんですか、どうですか。一応
1枚広いのがあったかな。あ、違うか。テンパイですね。どっちにしろこうなりますね。でもね、はい、親の泉がリーチをかけてきました。町割りアンウーマンと吐く。アンウーマンはといっても自身でウーマンあんこなのでウーマンないですね。リアンマンが2枚切れか、はい、リアンマン2枚と吐く1枚と、はい、リアンマンは持たれてるんで吐くの1枚だけだけど全員シャンテンなんで白は結構打たれる可能性はありますね。うん、秋さんはここでやめもあるな。秋が欲しいリャンピンがちょっと続けて切られたところですよね。かといって E ピンも チー ピンも打てない、はい、これはやめもあるな。そうですね、現物のチーマンを切っていきました。秋さんらしい。あ、初アンコッタテンパイですね。ペン3万6万3万現物待ち。そうですね、友竹が闇点を入れています。現物の3万3万泉が3万統一から切ってるんですよね。なのでそうですね、1枚だけですね。1枚だけですね。手に使われてないです。来ましたね、ここに。どうするか、ドラドラであと三巡。うん、あ、ドラを切った。一旦今通ったドラを打って、そうか、3万宣言牌だからイース1が打ちづらいってことです。あ、3万取られた。あ、ラス3万友竹の上がりとなりました。これはね、今6万が打たれたことで、はい、相当周りにも3万がそうしやすかったように見えましたよね。なるほど、流派1300は1600の上がりとなりました。変わりまして、トーン4局、渡辺の矢番、ドラは白です。マンズで2面つありますね、うん、お、ソースが6677、ね、いいですね。悪くはないですね。ただドラマない、うん、打点はちょっと見えづらいけど、うん、まあラス目の親番なんでね、とりあえず1回上がりたいかもしれない、はい、こちらはシャーチャでシャー統一でピンズで1面つ2番があんこ、うん、ただドラが浮いているとね。泉は4トイツですか。1,2,3 トイツですね、失礼しました。さあこちら秋もいいですよ。悪くないですね。2万アンコ、6万トイツ。あ、友竹さん縦は嬉しい。嬉しいですね。青ピン引き入れました。うん、一応いいシャンテンだけど、そうですね、これはもうちょっと打点がつかなそうな手になっていきますね、はい、これは友竹1枚浮いてるこの白はドラなんですね。そうなんですよ。でも誰の手にもドラがまだいってないんで、はい、重なる可能性大ですよ。あ、でも秋さんいいですね、いつも順調。パソ切りとします。さあ、あ、これも順調だ。どうしましょう。ちなみにシャアが1枚ふかす、シャアを1枚ふかしてますね。本当ですね、1枚シャアが切れてます、うん、渡辺さん選択。あ、これでちょっとつもり3個とかイーペーコが出てきましたね、うんうんうん、くっついたがあんまり嬉しくない。秋さん1シャンテンだけどこれ嬉しくないから、はい、そうですね、ペン3ピン払いますね。払いました。何は切っていく。あ、あ、そう、リーチいきそうだな。はい、親の渡辺がってことでパーソン2枚切れちゃった後だけどね。なるほど、高めのパーソン2枚切れでしたが一度行きました。あちはウーパーソー。さあ、ウスは残ってる。こちら戦いたい。ん、三ピンって通ってますか。友竹さんはまっすぐ行きましたね。三ピン通ってませんけどね。友竹さんリーチですよっていう、親からリーチ入ってますよって感じになりますよね。友竹さん的にはツモが効いてるんで、はい、ここは結構行くぞっていう構えになってるのはそういう理由がありそうですけど、あ、おー、ドラマで切って、ドラ切れならリーチってことですね。リーチ、友竹の町はシャーとイーマン、イーマンもシャーも1枚切れでしたけどね。1枚ずつ切れてますね。この辺はね、こう、まあ、友竹さんもシーズン5は最終出番なので、はい、強めの選択と、ね、ただ友竹も結構危ないところから盛り返したんですよね。あ、そうでしたね、はい、確かに、まあ、マイナス 60.5 で割りますが、さあこのリーチ合戦どうなるか、うん、泉さんこの急走で受けましたね、はい、安牌なかったんですけど、おっと6万がアンコになって、こちらもつもりさんアンコのテンパイ、ピンは
通ってないけどね。四蔵切る。そう、親の現物でワンチャンスでしたね。なるほど。水素が自身の目から3枚。ウーピンはちょっと無理すぎるってことですか。まあ自分の形がねもっと良ければなんですけどね、シャンポン系でちょっと上がりの期待ができなそうと判断したかもしれないですね。ただ依然 手が詰まってますね、はい、あ今酸素が通りましたか。あ筋になったが誰も持っていない。あ持ってきた。あこれ危ないけど泉さんもう一巡だけしのげる。急走がアンコで切ってますからね。これは入り目。嫌ですね。このチーピアね入り目だったんですよね。はい入り目でした。もうなんかチートイツみたい。てかスワンコのイシャンテンに戻ってきましたね。あ吐く深かった。あこれで急走で次がちょっとどうかな。いや危ないね泉さんの今ね。危ないですよね。ただ渡辺のバーソーも秋が2枚持ってるだっけ。いやでももうないです。バーソーがあの泉さんが1枚持ってるんで、はい、あ9万通ったんで。おえあ最後の嘘引いたんだ。すごいリーチいつも赤2000オール夏の上がりとなりました。見た目のでラサイでしたね。ただね友達さんの街ももうあと1枚しかなかったから。そうですね、シャーしかなかったですね、うん、やりましたね。赤で積もりました。あんな薄いこれちょっと嬉しいですね。嬉しい。さあ一本場となりましてドラが2ピン。これあの渡辺の手配はシャーがあんこ、ん？こいつが2つ？縦見ていきたいですね。そうですね。こういうハイパイってちょっと難しいですよね。失敗できないというか。まあ、ただ親番だからやっぱりこう手なりの方を選びましたか渡辺さん。渡辺さんですね。まあねこれはまだ展望状況的なものもあると思いますね。はい、現状まだラス目なので。そうですね。ピンちゃんも価値があるということですよね。さあピンズ伸びてきた。さあピンズの本質にしたい。これはおトマタケ嬉しい感じ。ピンイーシャンテンイーシャンテンですね。ピンフ6球ソートレアンピン。ただ泉もいいですよ。泉さんもいいですね今回。はい形がすごくいい。こう見るとちょっと渡辺親ですが一番遅く見えますね。遅く見えますね。あらテンパイ闇テン闇テン。あ球ソ3切れ。なるほど本当にこの順目なのにもう辛い急走が3枚も切られてた、はい、ということで闇点ですね。闇点にしましたね。なんだよこんな切れちゃったよって言ってそうですよね。おでも行きましたね。行きましたね。はい手からローピンを切って友竹が先制リーチをかけていきました。友竹さんもちょっと展望があまりないということが大きかったかと思いますね。2000点の闇点にあまり価値を見出せないということですね、はい、これはあの一巡でどう考えてたんでしょうね。なんかそういうの気になっちゃうんですよね。まあ、思い直したようなとこありますね。今日最後の出番だしなーっていうのをちょっと思ったかもしれないし、この手から切れる範囲ってよかったですね。なんかその切りだとちょっと弱く感じるとかあるじゃないですか。まあ、手から打った方がいいですねこれ。あ、はい、泉さん相当後継これは降りなそうだな。広くなりました。相当手広いですよ。さあ、シャー4枚目ですが、どうしますか？これはさすがにね、勘は乱暴ですよね。自分の手配が見合ってきたら。さあ、7万が現物。さあ、現物のチーマを一旦打って、まあ、粘れるなら粘るって感じですか。うん、違う。テンパイだ。あ、当たり牌を吸収しての吸収してテンパイ。チーマンが現物になったところ。はい。ただこれどうですかね。泉はこのままの形でいくんですかね。アキさんが手からチーマン打ったんで、はい、トイツ落としじゃないことが確認できたらリーチとかもあったのかもしれないけど。さあ親の泉がスチーマンで闇点を入れています。親だってのもあるか。 あ親じゃないね泉さん。あ失礼しました。ペーチャーですね。はい失礼しました。友竹がリーチをしていて泉が闇点を入れてるところですね。じゃあ勝負手じゃなくていいってことかな。現状2着目だし、はい、闇点のまま押すってことか。 あと手配変化もあったのか。そうなんです。この変化どうしますかね。難しい。シャンポンにするはないかな。さすがに街が悪くなりすぎるから。ただウーマン打ちはあるね。サブローマンローソンに変える手はある。ウーマンかローマンの2択だと思いますね。考えてます。ローマン打ち抜くもまあまあ有力。あ、
ローマン切りとしました。ローマン打ち抜いた。スチーマン継続でしたね。はい。マキさん、チートイツのいい射手になりましたね。あー、積もった。ナイス選択ですね、これは。泉が積も上がりました。単野を積も赤1、千二千の積も上がり、いろいろありましたよね。いろいろありました。ウーマン切ってリーチとかもありますもんね。どっちも危ないんですよね、5万も6万もね。パーマンあんこだし、ちょっとウーマン、まあそこもあるんですけど、チーマンが2枚見えてるんですよね。そうすると、まあちょっとだけね、6万の方が打ちやすいのかなとも思いましたね。5万2枚自分で持ってる分、なるほど、サブロワンよりレアワンの方がちょっと怖く見えて、あと6万をね3枚自分で見えたことから、チーマンがやっぱり良さそうっていうのもありましたかね、はい、ちょっとマグネットが回ってないですかね。乱入いたしました。秋の野蛮となります。そうですね、ドラはリャンマン。さあ、嬉しいペン3品を引き入れました。親の秋、さあ、トモタケはいいですね、形が。あ、今マグネット回りましたね。でこちらが泉の手牌、渡辺は流派は統一ドラ1の手牌、一西さんは見切っていく。うん、友達さんリーチまで持ってきたいですね。はい、泉さんはこれで4統一メンツないんで、やっぱチートヨさん見ていきたい。お、流派が箱になった、嬉しいですね。ドラも1枚ある、これもちょっと勝負手にしていきたい、渡辺さんの手は。ただ秋さんが早い、早そうです。一瞬転、はい、この半ちゃんはあれですね、泉がリーチに追いついて現物待ちひょっこり上がるみたいなのが結構ありますね。そうですね、いいなんか粘りですよね。先手を取られた後の立ち回りが結構、はい、うん、強い選択がなんかできてるような感じしますけどね。はい、これはつもぎっていきましたね。あ、チーピンが2枚消えてるから、パーピンいい、なるほど、よく見えるんですね。うん、確かに。あ、でも誰が統一だった、渡辺の手に統一、はい、泉さんは今のでチーマンでメンツで選択になりましたか。渡辺さんも選択、はい、イーソーが1枚切れている。ここは急層つもぎり、パーソーがちょっとよく見えたけど、うん、形的にちょっと、うん、他が選ぶよりはってことでしたか。友竹さんインシャンテンだけどどうするか。これウーマン切るとドラのリャンマン切ったら使えなくなるじゃないですか。難しいですよね。まあ、無理やり使う手もあるんですけどね。単野だけは確保しようというパーマン切りでしたね。今なるほど、選択が一応うまくいきました。これでチーピンが2枚切れってことで、うんうんうん、パーピンを統一固定しましたね。切っていきましたね。あ、そうですね、親でイーシャンテンってことでアキさん切りましたね。何ピンだ、あ、これ手広くなった、あ、違う、あ、違った、スーピン切ってウーピンかと思ったらローピンを切ってきましたね。あ、ドラ、泉さん、これで2面詰めができた。はい、そうそう、両面に固定しました。あら、どうしましょう。イーソイーソですね。これはイースーマンとレオンパーソンにしますね。はい、ツモがものすごくいいです ね、 聞いてますね、渡辺。あ、これは嬉しい。友竹さんもこれで手広くなった。うん、この曲はみんなツモが聞いてますよ。うん、シャンテンが3人。さあ、これまた選択どうしよう。シンプルにチーピンか。ただカンパーピンに色気がある。うん、サブローピンが弱くなってる。難しいですね。難しいですね。シンプルならそれでもチーピン、カンパーピンいいと思えばイーピン切りあります。わー、イーピン切った。イーピンを切っていく。あ、パーピン、秋が欲しいパーピン。あ、これで、あ、これでくっつきまで来た。イーマンですね。ウーマンとスーピンのくっつき、数目も残ってる。イーシャンテン、あ、ただ渡辺さんリーチだ。レアンパソ、これは嬉しい。いつもが続いた渡辺が先制リーチを打ちました。待ち割りアンウッパーソー、おっと、テンパイ、テンパった。どうする、いいと思ってたカンパーピンでリーチいくかどうかですけど、いかず。先手取られたらそこまで価値がないってことか。はい、この辺は柔軟ですね、秋さん。一発はありませんでした。さあ、カンパーピン
役なしカンパーピンですね、うん、親の味が結構単力いりますよ、役なしで踏ん張るの、うん、いいって思ってたわけだからね、打たれちゃうパターンもあるから、はい、だけど闇点を選択、手代わりしましたよ、これでリーチと、はい、まあ、サムローピンにシンプルにしておくと、はい、あまりだった牌でもありますけど、うん、親の秋がさらにこう打点がついての追っかけリーチですね、はい、これはね、いいですね、うんうん、これは嬉しい手代わりですね、3面ちゃん対決、リャンパーピン対リャンパーソー、リャンパーソーは友竹に4枚の泉1枚の自身で1枚だけ、まあ、まだまだまだいますね、六山、あ、さすがに来ました、ね、渡辺がつま上がりました、リーズモ流派ドライチ、あれ浦さん、あれ浦さん3600になりましたよ、3600、これは一気に2着目まで行くやつですね、この浦さん嬉しいですね、大体そんな良くなかったですけどね、むしろ悪い部類でしたけどね、はい、流派頑固になってからの肝がすごかったですね、さあ何2曲友竹の親番となりました、ドラはローピン、こちらが親の友竹の手牌です、うーん、ツモ次第、あー、こちらがすごくいいですよ、なんだこれ、イシャンテンじゃないですか、サブローマンパーソン、赤ドラの単品系、いやー、こちらは今上がった渡辺の手牌、チュンガトイツ、めっちゃ嬉しいかな、うん、さあこちらは秋の手牌、ピンズが多めだが9ピンから切っていく、こう見るとちょっと矢野友だけが悪いですね、今にも泉からリーチが来ますよ、もう統一が増えてきた、4組いいシャンテン、数万切りとします、シャンテンか、失礼しました、友だけさんね、ラス面になってることでこの親はかなり強めに行きたいですね、はい、今でもすごいいい赤ウソ引きましたね、そうですね、あ、仕掛けてくるね、うん、順を1枚目から渡辺がポン、3ピン打ったってことは動くけどまっすぐではなくトイトイの含みを持たせるようなそんな3ピン打ちですか、うん、これは、なるほど、さあ秋が換算ピン打ち、秋さんもドラドラなんでね、あの上がりに行くってことですけど、はい、まあチーってことは単用にしたいってことですね、イーソー切って次急走とかになると思いますね、うん、あ、あんこになった、取ったいいシャンテン、秋はドラドラで単ヤオですかね、単ヤオです、はい、9、8と想像を切っていく感じになるんでしょうか、これも9層から打ちそうですね、はい、あ、一歩前進ですね、リャンシャンテン、割りアンシャンテンだけどシンプルに白ですか、目いっぱい、うん、泉さんはなかなか入らないが、どうするかな、今日は変わらないんだけど、数層だと嘘が来た時にペイコーになるとか、うん、手広いのは想像なんですけど、はい、数ピン切っとくと3色目が残るんですよね、あら、テンパイ、いいピン、チーピンか、これ泉さん、しごろになるケースだとチーピンが危ないというか、多分次打たれちゃうまであるな、あ、なるほど、形が決まっちゃってるから、あ、くっつきましたよ、どうしましょう、また選択、ドラ受けができて、しごろの目が今度はピン詰めでもある、ドラがローピン、ローソースーソーとかはあるけど、あー、でもローピン打つってことは次にチーピンが打たれちゃいそうですね、これはね、そうですね、さあ渡辺がテンパイを入れています、マッチはイーピンとチーピン、イーピンだとテンパネですね、あ、あれ、トイトに行った、強欲ですね、強欲ですね、テンパイを崩していきました、トイトイに向かっていく、まだ間に合うという判断ですか、そうですね、そのものもまあ悪くないと判断ですか、E ピンがめちゃくちゃいいからっていうのもあるか、あ、だけどこれが上がり逃しの、はい、そうですね、でポンが入って E ピンパーソンのテンパイを渡辺が取っていく、まあ、5200にはなったけど1回上がり逃した、パーソン危ない、あー、でもパーソンになっちゃうんだ、
あ、頭羽根だ。ウーパーソーも一人いた。そうだ。泉がウーパーソーでテンパを入れてましたので。キャンピアカドラは8000ですね。はい。泉が8000点の上がりとなります。渡辺もロンの声を入れましたが、これは泉の頭羽根となりました。まあ休めとはいえね。うん。価値ある上がりになりましたね。そうですね。全然泉さん今日リーチして上がってないですけど。加点してますね、まあ、すごく。トップ目だったこともありますかね、はい、今のは、うん。渡辺さんのね、こういっぱい天杯外しが結構印象的な曲でしたね。うん、はい、なんかいろいろありましたね。うん、実際には、まあ、どうだろうね。親番が残ってる2着目。うん。ラス目の親番で。1000点の天杯から5-2を目指すみたいな。うん。その3曲、ドラは急走泉の親番です。面白かったな。面白かったですね、うん、なんか。まさか天杯外すと思わなかったですね。さあ、友竹チュンが統一でドラドラの手配です。友竹ラス名ですからね。ああ、買おうかなって、泉さん。泉の手配。いいですね、親番で、はかはか。チートイツもあるか。うん、4トイツなんで、そうですね。ほぼチートイツに向かってきそうだな。うわー、どんどん伸びる。すごい。しごろの、はかはか。そうですね。うん、秋も一面ず完成。お、これはイシャンテンですよ。増えてきましたよ。さあ、渡辺はリャンゾーアンコでイーソーを持って3番切り、うん、そうですね、頭なしのイシャンテンなんですね、渡辺さんは。イーピン2枚切れですけど持ちましたね。ウーピンはあんま持ちたくなかったということですかね。まあ親の現物っていうのもあるし、まあそうですね、ウーピンはあんま持ってたくないのもあるかな。お、泣いた。あ、ペーチャなんですね。違うとこ見てましたね。はい、チートイツは嫌いってことですね。嫌いってことですね。ウーピンが残ったけど、先にウーソ打ってスイッチピン引いた場合はシャーシャーっていくプランですね、これは。さあ、友竹がペーをポンしています。これは全部ポンするんでしょうね。これはね、現状ラス面の友竹さんの仕掛け、しかも一泣きなのみんな見えてるんで、うん、相当こう、あ、でもテンパ入った、打点はありそうっていうのは見えてると思いますね、はい。渡辺が先制リーチを入れていきました。町はウーパスをリーチ打ったんだ。この辺も強い選択するな、渡辺さんは。パスはね、もう3枚切れてて、友竹さんの高そうな仕掛けが入った後だけに、ね、はい、ね、オーラス親番だから、うん、闇点で我慢する手はありそうでしたね、この局面に関してはね。もうまっすぐ行ってますよ。数ピン通ってないですからね。ここで泉はシャーシャー。友竹が泣きたいのは6万8万チュンドラ。あ、ドラがここに来た。あ、チュンあんこにした。イシャンテン。あ、泉さん、これでゴロチになっちゃう。これは泉さんも引けない。すごく高くなってきました。ここで秋はトントンと、うん、3は一回りだけどまだいいシャンテンキープ。あ、パーソン掴んだ。ちゃった。渡辺の上がりとなりました。リーチピンフ裏が1枚乗りました。3900点の上がりとなります。目まぐるしくいろいろ、うん、リーチも強い選択して、うん、結果出しましたね、渡辺さん。これで親番。さあ、107回戦第4局オーラスとなりました。渡辺の親番、ドラは数万、ドラ1枚見えましたね。実際にはこうシーズン5の最後のね出番っていうこともあって、はい、こういう強い選択になってる、そういう側面が強いかなとは思いますね。さあ、今放銃となってしまった友竹が客アップがマンツモ。まあ一応そうですね、ラス抜きは狙うっていう感じですね。アキさんはマンツモでも着アップできないから、できたらハネマン以上を狙っていきたい、
ミオコンポーピンを引き入れた。お、チートイツヤンシャンテンですね、秋は、うん、そうですね、ハネマン狙うにはいいですね。狙うにはチートイツとかになりそうか、はい、うん、裏のない手ですからね。ここもトイツが増えてきましたね。あ、カンスーピンを引いて嬉しい、嬉しいね。あ、トイツ増えた、シャンテンだ。三層かな、三層切って、ね、秋がチート1本ですね。いいシャンテン。さあ、マンツモが必要な友竹ですね。一応6、7、8を見ながらですか。うーん、ドラも赤もないんですよね。そうですね、赤もドラもないと何か役を狙っていくしかないんで、はい、まあまあマンツモでいいのか。でもいいシャンテン、9万切り縦横いいシャンテン。あ、そう、あ、チートイツのいいシャンテンか。そうなんですね、うんうん、ドラが数万です。チートイに決める手もあるけど、決めるとなると、あ、なるほど、9ピン2枚切れ、なるほど、ドラドラになった。だからか、親の渡辺がドラドラ赤になっている。うーん、また選択。ミャンマンは2枚切れ、イーマンも2枚切れですね。ダブナンなんですよね。あ、ダブナンなのか。はい、あ、ミャンマン引いたことで、じゃあちょっとメンツ手のそうですねパターンも見るってことですか。あ、あ、このギャンゾーを親のギャンゾーポン、ポンしてタンヤオってことか。ドラドラ赤なんですよね、親の渡辺。ギャンゾーポンね、なるほどね。もうメンツ作るブロックがもうちょっと見当たらないってことか。なるほど。まあありはありか。なるほどね。パーピンはまだ切らないんですね。縦でも嬉しい状況にはなってますね。ブロックが足りないんで。6、7、8が、あ、できた。あ、6、7、8、ジャンテンになった。6、7、8が全部できている、ジャン島がない形。だけど、崩れそうでもありますよね、この形、ジャン島によっては。まあ、振り点までも含めて考えてると思いますよ。ダブナンこったら、これはどうするんだ。どうしましょうか。まあ、ドラ数万だから、ドラ受けを、羽根つも見るならドラ受けを決めるとかもあるし、両ピンってことは、まあ1枚切れだったんですけど、両ピンはね、これはギリギリ本一も見るやつです。崩れないやつ。崩れない。あ、嬉しい、友竹が嬉しいリーチをかけていきました。待ちはスーチーピン、どっちでも6、7、8の3色、単品3色のリーチをかけていきました。スーチーピンはどうですか。手配で1、2、3、チーピンがあと1枚、スーピンが、そうだね、チーピンあと1枚、スーピン3枚いるんじゃない。あ、場に1枚切れですね。1枚切れ、じゃあ2枚、計3枚、はい、あ、チーした、チーしてパンマン切り、チーしてイーシャンテンにしたね。はい、あ、そうか、泉さんは友竹さんに8000打てるんだね。あ、1枚減ったけど、無筋は打たなそうなイメージもあるけど、泉ですか。うん、はい、友竹、あ、あ、テンパッタ、チーパーピン待ち。ここに余ってる。お、打ち抜かれた。あ、すごいうまい、これ。いろいろある。そう、渡辺がパーピンを切って、いや、いい粘りですね、これは。これはよくチーして前出ましたね。はい、これはうまかったですね、泉さん。単葉ドラ1、2000点の上がりとなりました。以上の結果をもちまして、107回戦はトップから泉、2着に渡辺、3着に秋、4着に友竹という並びで107回戦が終了いたしました。続きまして108回戦です。